皆さんこんにちは、サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画は MI ママさんで購入したちょっと変わったモールドをご紹介していこうと思います。こちらで簡単にイヤリングを作成していこうと思うので、よかったら最後まで見ていってください。それでは始めていきましょう。はい、こちらのモールドなんですけど、表面がすごくこうゴツゴツしているというか、ザラザラして仕上がってくるタイプのモールドみたいなので、ちょっと気になって、ずっと気になっていたので、今回ちょっと購入してみました。はい、でレジン液は、MI ママさんのシュシュの天然土を使用していこうと思います。あとこちらの雪の結晶のフレークも使っていこうと思います。で着色剤は隠れ工房グリーンオーシャンさんのホワイトとネイビー、ウィンターとホエールの2色を使って、で今回パーツを作っていこうと思います。少しでも参考になれたら嬉しいです。はい、こちら表面になる部分が、とてもゴツゴツというか凹凸があるので、とっても気泡ができやすいんですね。ただ そちらを取り除けばすごく綺麗になパーツが出来上がると思うので、しっかり気泡は取り除いていきます。ですね、ちょっと苦戦してるようですね。でこの後エンボスヒーターで温めて気泡もしっかり取り除いていきます。レジン液はモールドの半分ぐらいまで流しています。エンボスヒーターを当てても全然こう気泡が上がってきてくれないですね。やっぱり小さいからかな。はい、でその雪の結晶のこちらはフレークを1枚ずつですね、入れていきます。中に一番下に沈めていきます。とすぐ上がってきてしまうので押し込みます。とにかく押し込む、こんな感じですね。本当に底の方に沈める感じで置いていきます。と位置の調整もですね、一応してみようと思って位置の調整をしています。で位置が決まったらここで一度硬化していきます。はい、で硬化が終わりましたら上の部分ですね、今度着色をしていこうと思います。モールドいっぱいまでレジン液を流していきます。で先ほどの着色剤2色ですね、ウィンターとホエールですね、まあ白とネイビー、パールの入った白とネイビーですね。こちらパール入って出来上がり、ちょっと今ネタバレしちゃいますけど、パール入ってなくても入ってても仕上がりは同じです。で直接またですね、朝食カップを使うのがあんまり好きじゃないことが判明したので、そのまま混ぜられるパーツはそのまま混ぜて私の場合作っていくことが多くなると思います。もうレジン液とよく混ぜてしまえば硬化不良は起こらないので、このように作って、もうとても朝食カップは朝食カップで、またレジンもそこに残ってしまったり、硬化してマスキングテープでこう剥がしたりとか、手入れがとにかく大変だなと思ったので、直接こうやってパーツに混ぜれるものはもう混ぜて
今後作っていこうかなって思っております。でホワイトの方もよく混ぜていきます。こちら本当に白の着色剤は入っていないんですね。パールのみのパールのみの着色剤って言えばいいんですかね、白い顔料は入ってないタイプですね。なので透明感があります。とてもお餅のこちらのウィンターの白い着色剤を1本持っていれば、お手持ちの着色剤に混ぜていただけると全てパール入りの着色剤に変化してくれると思うので、1本ずつ購入できたと思うんですよね。こちらはグリーンオーシャンさんで、なので気になる方はこちら1本の 100いくらで売ってたと思うので、ちょっと覗いてみてください。サイトの方ですね。なんかここでこんな感じでグラデーションに少ししてできたらなって思ってグラデーションを作っております。こんな感じですね。はい、硬化していきます。はい、裏表1分ずつ計2分ですね。硬化しました。なんかこう仕上がりがやっぱりモルドが初めてだ、このようなモルドを使うのが初めてだったので、仕上がりもちょっとわーすごいとちょっと驚きました。はい、でここからマスキングテープの上にのせて、いつものように簡単にピアス金具を取り付けていきます。下がゴツゴツして安定感がないのでマスキングテープの意味がないんですけど、耐震マットを使うとどうしてもパーツが汚れてしまうんですよね、ベタベタで。なので私はもうある時を機に耐震マットを使わなくなりました。マスキングテープのみでやっていこうと思います。そう、あと、マスキングテープよりもちょっといいかなって思うものを MI ママさんで購入したので、そちらも近々ご紹介できたらなって思っております。はい、硬化しました。でさらにピアス金具もコーティングしっかりしていこうと思います。いつもの通りですね。金具を取り付けたら一度硬化して、その後にさらにピアス金具ごとパーツと一緒にコーティングをしていきます。こうすることによって強度も上がって、金具が取れない、取れにくくなる、絶対取れないとは言えないんですけど、はい、しっかり固定できると思うので、はい、で硬化します。で2分硬化してきました。でちょっと側面をマットコートすればよかったなって、この時今編集しながらアフレコしながら思ったんですけど、とりあえずこの表面が皆さんに表面の仕上がりを見ていただきたくて、はい、こんな感じで一生懸命見せておりますが、皆さんにどう伝わっているでしょうか。でも綺麗ですよね。こちらのモルドは本当いろいろ使えると思うので、ちょっとご興味のある方はぜひ MY ママさんのところへ、一度サイトを覗いてみてください。はい、こんな感じでとっても雪の結晶が綺麗に浮き上がりました。今回このように着画も用意させていただきました。どうですかね。こんな感じで、はい、仕上がりました。いかがだったでしょうか。それでは最後まで見てくださりありがとうございます。いつもいつも心から感謝しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。